石高賢治二月隊は日本のフリージャーナリスト大阪府茨城市出身府立茨城高等学校から中央大学に進学卒業後1974年に朝日放送入社報道局報道技術部に配属されムービーカメラマンとなるその後記者を経てプロデューサーへ記者活動と並行してドキュメンタリー番組を数々手掛けている 1981年、在日コリアンへの民族差別を告発した、ドキュメンタリー、ある手の問いかけで、日本ジャーナリスト会議第24回 JCJ、奨励賞を受賞。1995年5月、ドキュメンタリー、闇の波頭から、を制作し、その過程から北朝鮮による、日本人拉致事件で、初めて実行犯から犯行を認める証言を引き出す。 1996年、情報を、韓国の情報機関から、過去に13歳の少女が拉致された事件があったとの情報を得て、同年末、現代、コリアに論文を掲載した。この論文の内容を知った新潟県警幹部の指摘から、拉致された少女が1977年に失踪した横田めぐみだったことが判明し、報道や国会で取り上げられたことで、それまで、 膠着状態にあった北朝鮮による日本人立ち問題の解明が進展した。1997年、東京支社報道部報道部長の時に、報道スペシャル、空白の家族たち北朝鮮による日本人立ち疑惑をもとにした、空白の家族たちで1997年度日本、新聞協会賞編集部門を受賞。2005年、久保田のアスベストによる健康被害で、 被害実態を取り上げ、アスベスト問題を世に出し、社会問題化するきっかけを作り、2006年に、日本科学技術ジャーナリスト会議の、第1回科学ジャーナリスト賞、科学ジャーナリスト賞を受賞。2006年、ドキュメンタリー担当部長。2008年、報道局局次長プロデューサー。2011年2月に朝日放送を、定年退職。ありがとうございます。